続いてはですね、今度は陽平くんの登場ですが、今日はどうけいっておりますかね。では呼んでみましょうか。陽平くん。はいはい、おはようございます。今日は熊本市植木町に来ております。私の後ろ、朝早くからですね、随分な賑わいなんですが、月に一度の朝市が行われているんですよね。でこの朝市を企画運営されているのが植木町の農業の若手後継者の皆さんなんだそうです。一体どんな朝市になっているんでしょうか。今日はこの朝市植木門マルシェをご紹介します。植木門マルシェは農家の若手後継者10人が自慢の農産物を持ち寄って販売する朝市です。マルシェとはフランス語で市場のこと。メンバーはおしゃれで活気ある朝市を目指しています。さすがに農業の農家の皆さんがね、お店出されているのでいろんな農産物ありますが、いいですね。なんかそれぞれテントがあって、なんかこう飾り付けとかすごくこう華やかなんですよね。どうもおはようございます。非常にお客さんも多くて賑わっております。今回の出店されている生産者の皆さんたちをご自身でこうやってこういろいろ企画運営全部されてるんですよね。そうです。どういうとこ大事にされてるんですか。いや、まずですね、やっぱ自分が自信ある商品をこのマルシェに持ってくるっていうのが第一と、それで植木町をみんな愛してる若手の農家ですからね、生産者ですから、植木町をアピールしていこうと、そういう、思いでやってます。なんか本当に生産者の方々が畑とか、それこそ牧場とかで見ないような表情されてるんですよ。いやー、やっぱ嬉しいんですよね。自分が作ったものを買っていただいて、美味しかったって言ってもらえるのが本当励みになります。はい、嬉しそうです。いやいや、もう本当楽しいです。ね、出してらっしゃるその品物っていうのはどういうものになってるんですか。そうですね、野菜農家、果物農家、養豚農家、花農家、米農家もおりますので、自分が作った自慢の品をですね、農産物として出すなり、ちょっと加工品にしてですね、出すなりですね、そういったことをしたものを販売してます。やっぱりじゃあ作ったものを、もう良さをどんどんアピールして分かってもらいたい。そうですね。植木門マルシェって名前にはどういう意味があるんですか。はい、この意味はですね、植木のまず物、人ですね、あとは植木町に存在する史跡ですとか、いろんな観光施設ですとか、そういった漠然としてますけれども、植木町全体の意味を込めています。それらがじゃあ一つになって植木門マルシェ、はい、できると。そうですね、一つになってやりたいという思いが込められています。はい、でも3回目ですが、はい、本当にでもお客さんはだいぶなんか楽しみにされてる方多いみたいです。ああ、そうですか。ありがたいです。はい、もうお客様ですね、飽きていただかないようにですね、もっともっと趣向を凝らして引き続き頑張りたいと思います。はい、この植木門マルシェは今回で3回目の開催です。回を重ねるごとに買い物客も増えてきています。どうですか、こういう雰囲気の、朝市っていうのはなかなか珍しいかと思う。そうですね、主人がツイッターで見つけてきたみたいです。あ、ツイッターで。はい、ツイッターなんかでも情報が出てるんですね。なんか最初の頃なんかそれでなんか もっと少なかったらしいですけど、賑やかになってきてよかったねって言ってました。ちょっとしたこうやっぱりおしゃれな雰囲気とかなんかあるかなと思います。 あると思います、ね、なんですか、飾り方がすごく綺麗。はい、どうですか、スーパーと違って買い物楽しいですか。はい、楽しいです。あら、そうですか。はい、若手の皆さんがすごく、企画運営自分たちでされてるんで、そうみたいですね。そういうお話ってのはいかがですか。いや、もうお店の雰囲気からほら伝わってくるじゃないですか。そうです、ね、楽しそうにやってらっしゃるのが、見てても楽しいです。また会場では餅つき大会や熊本県のマスコットキャラクターくまモンを招いてのイベントも行われ、大盛況のうちに無事終了しました。前田さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、今日すごくお客さん多いように見えたんですか。はい、そうですね、第1回、2回、今日が一番多かったと思います。生産者の皆さんがこのマルシェを通して得たものっていうのもたくさんありそうですね。そうですね、それは本当に、他に買い難いものがあると思います。はい、
上げるとすればどういうところでしょうか。うん、まずはやはりその自分で作ったものをどうやって消費者の方にあの良さをですね伝えるのかという、でその消費者の意見も取り入れてどういうふうに生産に生かしていったらいいんだろうとかですね、もしくはあの地域の方、消費者だけじゃなくてあの異業種の方とか商工業者の方とどういうふうに自分たちは手を取り合っていけば一番こういい方向に進んでいくのかということを考える機会もできましたし、本当にその他にもたくさんですね、こういった新しいこういったネットワークといいますかつながりができたのも本当にまた日々のですねあの悩みとかそういうのを相談する仲間もたくさんできましたので、そういったところも良かったなと思います。はい、本当にこれからどん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 大きくなって広がっていっていただきたいな、はい、まあ、でもつながりは深いものですね。はい、なんとかですねそうやって進めていきたらいいなと思っております。はい、応援しております。ありがとうございます。どうもありがとうございました。いや本当に今日は皆さん楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。あの生産者の皆さんも消費者の皆さんも笑顔になれる全く新しいスタイルの植木門マルシェ、もう本当にですねこれからの熊本のもういや日本の農業になっていく皆さんですので、これからも皆さん頑張ってくださいね。頑張ります。さて植木門マルシェ次回の開催は、はい、次回は1月16日午前8時半からとなっております。はい、皆さん待ってます。